かったよ今日のスピードを。山口が言った。もう秀之助はめちゃめちゃつきやすい。いや岩谷はこうすげえ。そうですね。あんまダッシュがある方じゃないんで僕も。あ、ぐーっといく感じなんで。金具タイプもつきやすいし。あ、そうですね。林さんもずっとチワーって踏めるタイプなんで。社長ちょっと熊本の歴史で伺いたいんですけど、松本一族で一番その好成績というか残した方は秀房さん。秀房は隣にまだご存命でございます。あ、元気されたね。それはね、はい、じいちゃんの弟が、うん、で特別競輪の決勝と。もうしょっちゅう。あ、しょっちゅう乗ってるような人なんです。もう秀房大暴れしよう。あ、もう大暴れしてる選手だったね。マークやで。どこで競輪。競輪学校全勝みたいなそんぐらいの記録らしいです。ああ、え、そうなんだ。知らなかった。それぐらいヤバかったです。昔のね、宮城のあの宮城で佐藤兄弟ってそれ競輪と競輪祭が兄弟より佐藤、うん、秀夫とね、秀信。まあね、そういう本当ね、由緒ある一族だからね。頑張らないといけない。いるんじゃないですかね。うん、勝地さんとかそんな感じじゃないですか、うん、松尾さんとか、はいはい、でその秀夫さんの上が秀夫さん、はい、あの有名な秀夫さん、秀夫さん、そしてその上がじいちゃん、うん、ちょっとね、超えるというと相当ハードルはありそうだけどそうですね、うん、まあ、いとこはってあの松本幸三も座ったけどね、幸三さん一人や、いや、わかんないです、松本多すぎて、はい、もう秀夫さん、幸三ってもうずっとそれで言ったよ、認識してないです名前も覚えれないです、なんでもたくさん見ていや、秀夫さんだとあの宮地雄介さんたちの時代で、うん、はい、17期強かったよ。じゃあもっとね、秀之助さんも活躍してね、このコンドルの社長をね、はい、喜ばせるような空いたんで、松本家が、うん、ぜひ頑張って、いやー